椿貞良は、日本のジャーナリスト、元テレビ朝日取締役、東京学芸大学卒業、偏向報道として知られる、椿事件を引き起こした。1960年に日本教育テレビに入社後、報道記者。ほぼ一貫して報道畑を歴任。ワシントン特派員、北京支局長も務める。また、アンニュースファイナルキャスターも務めた。報道局次長を経て1989年に報道局長。1993年6月からは取締役を兼任した。2015年12月10日に死去。椿は取締役報道局長に在任中の1993年9月、日本民間放送連盟の会合で、総選挙期間中に非自民政権樹立を促す報道姿勢であった旨を発言。これが産経新聞の報道によって表面化し、偏向報道を禁じる放送法に違反した可能性を指摘された。これにより、椿は10月に取締役と報道局長職を解任された。同月、椿はこの問題で、衆議院による証人喚問を受け、軽率な発言を陳謝したが、社内への報道内容の具体的な指示については一貫して否定し、あくまで偏向報道は行っていないとした。当時の郵政省は、テレビ朝日の免許取り消しも検討したが、最終的に行政処分とした。ありがとうございます。